不思議罠、中年花屋ポケモン。脱サラして花屋を営み始めたふくよかなポケモン。非常に温厚な性格をしており、首元から特有の甘い香りをあたりに振りまく。この甘い香りは一部女子高生で話題になっており、注目を集めている。光を浴びることで体内にエネルギーを蓄積し放つソーラービームは凄まじい破壊力を誇る。花屋は大盛況で、商店街では会長も務めながら金の玉を収集している。リザードン、熟練パイロットポケモン。長年空港で勤め上げ磨き抜いた飛行技術はポケモンの中でも指折り。冷静な判断能力とマルチな性能を持ち、時には大胆な決断も下すことができる頼りになるポケモン。太陽を浴びすぎると灰になってしまうのが玉に傷。若い時は黒くなったり、いかつい髪型をしたりと環境を荒らし回っていた。最近娘がポケモンジムと称したイメクラを運営し始めたことを気にかけている。カメックス、オカンポケモン。ポケモンバトル引退後はミラクル交換などで放流され、身寄りがなくなってしまった子供たちを預かり保護している。子守は得意だが、苛立ちが限界に達するとバズーカ砲から約400リットルもの水を放つ。また背中の甲羅を破ると真の力が解放され、ボッキュッポンのスリムな体になる。得意料理はスッポン料理。オコリザル、アンジェリーナ・ジョリーポケモン。軍隊に所属する鬼教官。気性が荒く、言葉より先に手が出るタイプ。しかし暴力的な反面、部下には愛が深く、上層部からの信頼も厚い。2016年には大人の沼事情により離婚したため、現在は独身。一時期は地方のボクシングジムでチャンピオンになった経験もある。好きなタイプは優しい人。吉田沙保里とはライバル関係にある。ピカチュウ、警官ポケモン。マサラ警察署に勤める名物警官。ふてぶてしくこわもてだが、性格は優しく非常に真面目で温厚。しかし凶悪犯には容赦がなく、警告なしで10万ボルトを放つ。若い時代にはトレーナーと共に全国を歩き回り、強者相手に喧嘩三昧だった。引退後は故郷でゆっくり過ごしながらバーで引っ掛けるのが趣味。好物はケチャップをウォッカで割ったもの。ニャース、弁護士ポケモン。若い頃に言葉を猛勉強したためか、その影響で見事国家試験を通過し弁護士になった。その言葉遣いは実に巧みで、様々な名物弁護を披露している。しかし裏では小判をちらつかせ買収しているとの噂もある。また親戚が個性豊かであり、正月には南国からマダム、イギリスからは海賊というものすごい面々が集まる。フーディン、 PHK 集金ポケモン。 IQ300 というポケモン界屈指の頭脳を持つ。最近ボトムアップ式のスーパー自立型 AI、 通称メタグロスを開発した。肩書きは PHK 職員だが、裏では政府高官とつながっており、世界の主要人物にも数えられている。非常に悪どい性格だが、それは幼少期の孤独が元になっており、実は悲しき過去を持つ。どう見てもハゲているが決して認めない。ベロリンガ、舐め回しポケモン。男女を問わず気に入ったものを徹底して舐め尽くす非常に厄介なポケモン。裏ではスリーパーと組んで反対シンジゲート、サファリを運営しているとも言われている。しかしその性格に反するように非常に容姿が整っており、イケメン四天王にもノミネートされたことがある。女遊びが好きで10人以上の女性を転がすと進化するらしいが、実は奥手なので成功経験はない。シャワーズ、水商売ポケモン。非常に豊満なおっぱいを持つ。タマムシの影の女王とも言われ、その人気度はあのエリカと同等とも言われている。彼女の指名料は1時間数百万とも噂されており、人間ポケモンと問わず人気がある。お酒にも強く、大人サイコソーダを平気で10本飲み干す。
ポケモン界で最も多くの姉妹を持ち、その全員が各業界を引っ張る超エリート。確定申告が苦手なため、秘書の土佐金斗ちゃんに全てを任せている。カイリュウ、別名アーノルド・シュワルツネッガー。恵まれた肉体を駆使し、ハリウッド映画で大暴れした何か。片手でダンベルを134キロまで上げることができ、そこら辺のチンピラのロックブラスト程度なら傷一つつけられない。2003年から2011年にかけては州知事も務め、パワーだけでなく知識も兼ね揃えている。今ではみんなに愛されるポケモンだが、一度だけ人間に向かって破壊光線を放ったことがあり、一時は罪にも問われかけた。しかし多大な功績とトレーナーの指示ということもあり、結果不起訴となり、この請求は棄却された。バレット6